つものメーカーだね。クラフト工房クレアルピロー2140。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。トイレから帰ったらお布団の上がこんな状態になっていますが、どうしたらいいの？もう起きなさいってこと。君たち、しっぽしっぽ、少し隙間が空いたね。よし、この作戦でもう一回ここに寝てやるんだ。パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、よいしょ。よいしょ、入った。なんかでっかいものが来たよ。あ、いつものメーカーだね。クラフト工房クレアルピロー2140。ちょっと意味はわからん。形ですね。ピロっていうのは。あ、向こうになんか出たの。その形です。黒い人が出動しました。なんでわかるの、ワンちゃん。自分だってわかるの。はい、よいしょ。なかなか硬いです。ビニ、透明ビニールのやつは強力だな。そうです。なかなか開かないから。でも、パンちゃんの好きなやつや。パンちゃんの大好きなやつや。よいしょ。はい。実は、お牛。はい。はい。はい。ああ、もう。乗っちゃいました。うっそ、早すぎる。パンちゃん、早いね。ジャックもいで。いいね、気持ちいいね。そう、もうね、爪研いてるんだけど、あんま研げてない感じになっていたので、そして、一番お気に入りの形だったので、同じものを、よ、同じものを買ったよ、ポンちゃん。ほら、だいぶ贅沢したよ、今日は。ほら、もうあっちもこっちも古いので、ボロボロくなる。この状態ですか。もう、焦げない感じになってるでしょ。あそこのこの麺の部分がね。どう？まんちゃん、それお気に入りなの？はい、久しぶりに購入しました。そういうことなのね。絶対一番は私ってなってるのね。そう、色はね、前回はちょっとグレーだけど、今回は焦げ茶になりました。こっちはね。はい、こっちはお皿の話で。おめでとうございます。おめでとう。ほぼあなたなんです。そして、ジュン君、使わないの？
後でね。大体ジャンクは後でなんだもんね。でもこれはほら同じものだジャンク。美味しいね。ジャンクも気に入ったよ。ジャンク良かったね。はい、ちゃんこっちで。住み分けになっています。